はい、こんにちは、ナバウロです。今日もうちの中で撮影してます。よろしくお願いします。はい、東京地方ね、結構寒いです。北風が吹いててね、気温もあまり上がってないですし、やっぱり冬ですね。やっぱり、まだ2月もね、真ん中ぐらいなんでね、これからまだね、寒い時期がね、結構続くと思います。皆さんもね、風邪ひかないように気をつけてください。はい、今日のテーマなんですけど、フィリピンと日本のインターネットってね、こういう話します。私は、ね、今ね、フィリピン人の奥さんとね、子供と3人で日本に住んでるんですけど、日本はまあインターネットはまあいい方なのかな。我が家はね、あまり良くないんですけど、ただ日本はもう、光とか入ってきたりとかね、1ギガとか2ギガぐらい、下りが来てたりとかね、するんでね、まあ意外と早いのかなと思うんですけど、ただフィリピンはね、まあ相変わらずですよね。で、僕がフィリピンにいた時に、ドゥテルテさんに大統領が変わった時に、インターネットで早くなったんですよ、少し。っていうか、まあ、かなり早くなった。YouTube 見れるぐらい早くなった。私がいたキダパンとかでは。だからもう全然ね、前よりは良くなったんですけど、でも、あれですよね、そんなに早いと思わないし。ただ、この間、ある YouTuber、フィリピン系の方がね、上げてたのが、フィリピンの平均って下り 28メガぐらい、なんかそういう風に言ってましたね。はい、ごめんなさい、ちょっとコーヒー飲ませてください。よいしょ。今日はね、サイルブラックです。サイルブラック、はい、あ、美味しい。あ、本当寒いですけど、まあインターネットね、28って遅いよね、やっぱり。どうなんでしょう。で、28も安定してきてればいいけど、今ほらリモートでみんな勉強してたりとか、タブレットとか、で勉強するじゃないですか。そうするとやっぱり遅くなりますよね。で、そうすると本来のやっぱりこう平均が28っていうことで、そうはならないと思います。切れたりとか不安定になったりとか、っていうことがあると、やっぱりね、すごくね、良くないです。だからそれをね、改善してくれるのかどうかっていうのは問題なんだけど、ただ、今のフィリピンだと2つしかないですよね。で、もう1個ティオっていうのが入ってくるはずなんだけど、まだ営業してないのかな。そうすると安くてもうちょっと、速度があって安定してるってことはね、条件のはずなんだけど、でも今は現在そういう風になってないんで、フィリピンっていうのはね、こっから先どうするのかなって。インターネットがちゃんとインフラがちゃんとしてないと、例えば外資が入ってきた時に入ってこないとか、そういうインターネット環境を考えた場合にすごく敬遠される場合があると思うんですよ。だからそこのところは、ね、やっぱり大事だと僕は思うんですけど、はい、だからね、そこはね、とてもネックになります。で、私もね、だからフィリピンに行った時にね、インターネットを使ったね、こう仕事をするようになると思うんですけど、ただ速度的にまあ、あんまり遅かったりとか、安定してないとかっていうとね、すごくね、どうしようかなとか、どこに住もうかなとか、考えますよね。だからそういうところね、やっぱり大事だと思います。今ね、まあ日本はまあそこそこいいんでしょうけど、我が家もね、あんまり環境が良くないですね。だから今日ね、さっきね、ネットのルーターを変えました。で、これにしました、これ。で、回線の契約を変えたわけじゃないですけど、契約が変えられないので、とりあえずね、Wi-Fi というかルーターの方を変えてみました。でね、まあ、こんな感じなんですけど、バファローのね、このルーターにしたんですけど、これはね、対応がね、Wi-Fi の6って一番新しい規格になってるんですけど、で、ただうち別に光なわけじゃないので、速度がね、とても速いわけないんだけど、ただ今までのルーターはこれだったんですね。TP リンクのこれ、多分皆さん知ってるのかな、これ。企画でいうと Wi-Fi の、4のやつだから2個前のやつなんでね、それでシングルバンドで 2.4 ギガだけのバンドなの でもう古いし、もう4年以上前のやつなん でいつ壊れるのかどうかっていうのが、ね、心配で、まだ壊れてはないんですけど、なんか壊れてからっていうのは問題なんで、早いうちに、ね、交換しておこうと、そういうふうに思いました。で、シングルバンドで遅いし、なんか壊れそうだし、そこのところはね、ネックになってたんで、新しいの変えました。はい、で、変えたので、じゃあどうなのっていうとね、速くなりました。
あのこれはまあ当たり前だろうけど、ケーブルもね、まあちょっと変えて、そしたらね、なんかまああの前よりちょっと早くなりました。はい、でうちあのインターネットの契約が、ケーブルテレビ系のインターネットの契約をしているので、あんまりねそんな速度は求められないですね。でうちの契約が下りが120メガで、上りがね、どうしても上りはねもう10以上出ないですね、今のだから10なんですよ。でこの上の契約して320下りにしても上りは同じで10なんですね。で10目いっぱい出てるんですよ。でこの間までこっちのね、あの TP リンクのこの古いやつを使ってた時、下りすごい遅かったですね。下り30ぐらいしか出てなかったですね。で変えたらね、あのすごいですよ、90ぐらいになったんで、こんな出るのと思って。で上りは相変わらず10なんですけど、あの前はね8ぐらいしか出てない、今10ギリギリ目いっぱい出てます。だからまあこれはこれでいいのかなと思ってます。だからまあ、今もこれでね現状我慢して、この環境でいきます。で5ギガの方使えばね、もうちょっとね渋滞なくスムーズいくと思うんで、これでやっていくつもりです。そうしないと、まあ、あのあんまり良くない。でうちタブレットが、タブレットあるでしょ、Mac があって iPhone2 つあって Android2 つあるんで、全部はつなげないんですけど、まあ、あの別々につなげてるんですけど、まあ、あのサクサク動いてくれる方がいいんで、これで今のところやっていこうかなと思ってるんですけど、まあ、これ以上の契約控えとかもできないんで、まあ、このまんまでいきます。あとフィリピンですよね。フィリピンはね、まあ、あのデュテルテさんもほら来年でもう任期が終わってしまうじゃないですか。そしてその後に誰がやるのかちょっと分かんないんですけど、あのその人とその人はまあどう、そういうインフラ関係のことをねどういうふうにやるのかっていうことはね、やっぱり僕はねすごく考えてます。でこのまま今のまま現状なのか、もっと悪くなっちゃうのか、もっと早くというか、もっと、あれですよね、設備をねもうちょっとしっかりしてくれるのかっていうのは問題ですけどね。だからねフィリピンでねそこのところはやっぱり大変だと思うんですよ。インフラとかはやっぱりちゃんとねしてくれないと、やっぱり、他のね、外資とか入ってこなかったりとか僕はするような気がするんですけど、だからあのここでビジネスをやろうとかっていう時に、ネットの設備があまりね不安定だと、はい、フィリピンという国自体をやめようかっていう進出しないんじゃないかっていうのを僕は思ったりするんですけど、で私自身もねそうですね、戻った時に、またインターネットがねあんまり改善しなかったら嫌だなと思うし、そこのところはねネックです。でこれからやっぱりね子供たちもね、フィリピンの子供たちも普通にタブレットで、勉強したりとかってする時代なんですね、これから。だからインターネットの設備はもうちょっと安くて、誰でも使えてスムーズにっていうことはねとても僕は大事だと思います。だからね、あの本当ね日本の子供もフィリピンの子供も同じように情報をちゃんとね取れて、自分でいろんなことを知りたいことを知るってことはねこれから大事だと思います。で今まではなんかお金持ちとか一部の人たちが情報を取れる時代だったんだけど、今そういう時代ではないし、世界中どこにいる子供たち、同じ子供たちが、同じ環境でネットで何か物事を見るっていうことはねとても僕はね大事なことだし、そういうふうにね、なんかこうなんていうのかな、格差があるっていうのは僕はあんまり好きじゃないんですね。だからやっぱりこれからね、そういう時代が多分これからどんどんやってくると思うんですけど、ね、フィリピンもね、本当ね貧乏なうちの子もお金持ちの子も同じ情報をねこうもらえるっていうのがねやっぱり理想だと思います。そういうふうになる、なってくれることを僕は願ってます。まあ今日はねそんな話をさせていただきました。これどうしようかな、捨てちゃおうかな、でもったいないからフィリピンに送るかまあね、捨てちゃうのもねもったいないんで、まだ使えるからね、まあ、誰かにあげちゃいますけど、まあちょっとね TP リンクだし、まあ古いから壊れちゃったら壊れちゃったら、まあ、しょうがないですけど、まあ、とりあえずのうちには置いておきますけど今までね4年間ねちゃんと動いてくれてたんで、まあそれはそれでありがたいかなと思います。買った時安かったんですよ、2000円くらいで買ったんですけど、はい、ちなみにね こっちさっき言ったっけ、ポイントがあったんで私1500円ぐらいしか払ってないんですけど、まあまあそれなりにまあいいかなと思ってます。はい、そんなわけで今日はね、まあフィリピンとね日本のインターネットとお話をさせていただきました。まあ日本はね本当恵まれてます。こういうふうな環境でね、インターネット使えるんでね、中にはねなんか政治的な理由で勝手に止められちゃったりとかする国もあるしね、それはねすごくね悲しいことです。
みんながね、本当ね、平等にね、情報がもらえるようになるっていうのはね、僕はね、とてもいいなと思ってます。今日は最後まで見てくれてね、どうもありがとうございました。これからもよろしくお願いします。このチャンネルでは、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法の、ね、話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてね、ありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ。